丈夫かな。あ、やっぱ黒いな。めっちゃ日焼けしてんな。皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイター、成沢博之です。今ですね、アメリカに撮影旅に来てまして、ラスベガスのホテルからお届けしています。でですね、今日動画を撮っているのはですね、八村さんとグーパスさんのコラボレーションで、成沢博之撮影ミーティングというのが開催されることになりました。これファンミーティングみたいな感じだと思ってください。開催日時がですね、2022年11月26日の19時から、19時スタートです。で、深夜2時までっていう感じですね。深夜2時までなんですけど、これ撮影会も予定してるので、晴れ間が続けばですね、2時以降ももう朝までやっちゃうよっていう感じにしています。で、参加費ですが、一応軽食がつきます。軽食込みで、税込み1万5千円となっています。定員は30名ですね。ファンミーティングなので、まあ、自分もいろいろ皆さんと交流をしたいんですけども、ファンの方々同士皆様で、交流してね、いろいろ横のつながりも深めていただければなという狙いを、込めて開催するイベントになります。結構、星撮影し始めたけど、タイムラプス撮影し始めたけど、周りにやってる人がいないとか、あと、一人で行くのが怖いからちょっと友達が欲しいとかね、あと技術の共有というか、後日私のイベントで知り合った方々だけでね、撮影に行ったりとか、まあそういうこともあったと思うので、このようなイベントを、企画いたしました。こういうイベントって天候にもよる部分が多いので、その天候の変動に合わせたプログラムを考えているんですけども、まあ星空撮影のレクチャーですね。それから、参加者の作品公表会、それから交流会、アイスブレイクタイム。なんか皆さんからいただいた質問にお答えしたりとか、あと、まあ、こういう風に撮ってますよっていう話はもちろんなんですけども、まだ未公開になってる動画の先行上映だとか、今日のアメリカ旅行記の動画の一部も、このファンミーティングで先にお見せしたいなと思ってるんですけども、それから参加者の皆さんの作品をお預かりして高評価を、やろうと思っています。波合いパークに大ホールっていうところがあるんですよ。あちむらの撮影会参加したことある方はわかると思うんですけども、いつもやってるあの会場じゃなくて、もっとでかい部屋があるんですよ、実は。そこで、その大ホールでですね、皆さんの作品をドーンとでかくですね、投影しながら、高評価を行うっていうのをやろうと思います。まあ、タイムラプスでもいいですし、星空の写真でもいいですしね。そういうのをやろうと思ってますんで、ぜひ自信のある写真を持ち込んでいただければなと思います。参加者同士や講師も交えての交流会アイスブレイクタイムを開催。まあ、日頃からね、出会えない仲間たちとの交流をまあ楽しんでいただくような時間を作っています。で、晴れれば、撮影会も実施する予定になってます。開催場所は波合いパークなんですけども、天候に合わせて、じゃあこれからここが晴れそうなのでここ行って撮影しましょうみたいな感じで考えていますので、撮影場所はまあ波合いパークに限ってはいないんですけども、皆さんをちょっと星空の下にお連れしてね、実際。で、私と一緒に撮影を楽しんでいただければなと、そんな時間を、考えています。グーパスさんが協賛なので、メーカーごとにね、皆さんが使っているカメラのメーカーごとにですね、おすすめ機材っていうのをピックアップしてもらいました。まあ私がこういうのがいいですよってお伝えしたんですけども、まあそれをイベント中にね、使用していただいて、実際に使い勝手を確認するっていうこともできるようにしようと思います。一応そのファンミーティングなので、基本的にはまあチャンネル登録者様向けのイベントだろうということで、先行予約というのを、実施したいと思ってるんですね。で、10月の26日までにご予約いただいたお客様にはですね、成沢タイムラプスフィルムっていう風に書いてある光る缶バッジ。ちょっと画像出してみますよ。これ、限定ですね。はい。30個、ご用意いたしました。それからグーパスさんで使用できる1ヶ月の 30% オフ割引クーポンがつきます。それから波合いパーク限定のポストカードっていうのが、先行予約の方には、10月26日に予約いただいた方にはつきますので、ぜひぜひ、こちらの参加予約を、ご検討いただければなと思います。まあ、星空撮影テクニックを磨きたい方もそうですし、まあ、カメラユーザー同士の交流をされたい方、それからまあ、独学でやってたけど、ここからちょっとスキルアップしたいなっていうふうに、考えている方をメインとしたプログラムっていう感じで考えています。で、予約方法なんですけども、完全予約制となりますので、概要欄にね、リンク先を貼っております。そちらをですね、ご確認いただければと思います。はい、それでは、今日の動画は以上になりますね。
あちむらさんで開催される、まあ、ファンミーティング、星空撮影ミーティング、ぜひ皆さんも開催に参加していただいて、私と一緒にいろんな体験をしていただければなと。それからお友達、星空撮影仲間を、たくさん作っていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。